はい、こんにちは、吉田です、今回も動画見ていただいてありがとうございます。はい、今日はですね、今日のタイトルは成功する人の考え方の特徴についてお話ししていきたいなと思います。はい、どうでしょうか皆さん、結構気になるようなキーワードではないでしょうか。私もですね、もうやっぱり自分自身が追求してきた内容でもありますし、やっぱりなんでなのかなって、やっぱうまくいく人とうまくいかない人で、結果を出す人、結果を出さない人、そして成功する人、成功しない人、太る人、太らない人、モテる人、モテない人、お金を持つ人、お金を持たない人、自由になる人、自由にならない人っていうのを、やっぱりなんかちょっとね、こう人生のタイトル的に自分で追求してきた内容でもありますし、やっぱり気になっちゃいますよね。で、僕だったらやっぱ気になっちゃいますから、やっぱり研究したいし、やっぱりこういう風に動画撮って撮影してるっていうのもやっぱあるんだと思うんですけども、ズバリですね、成功している人の考え方の特徴について、ズバリ5つのポイントがあるよってことなんですね。で、これ何かっていうと、まず1つ目、コミュニケーション力がすごい高いってことなんですね。これ何かっていうとですね、社交性とか言ってね、まあ、外に出てね、家から外に出てコミュニケーションを取るのがとてもうまいんですね。やっぱりなんでかっていうと、やっぱビジネスでもそうですけども、やっぱり人と人 の, やり取りになるので、やっぱり統計的に言えばコミュニケーション力がすっごい高かったっていうことがあります。で、2つ目何かっていうと、これびっくりなことなんですけども、ナルシストだったってことなんですね。ナルシストだったんですよ。自分のことが好きすぎて追求して自分を磨くのが好きだったっていう、こういうなんかデータが出てるらしいんですけども、こう一つ面白いですね、ナルシストだったっていうこと。そして次、3つ目何かっていうと、感情的にならないっていうことなんですね。やっぱりね、世の中やっぱり自分自身がやらないといけない目標がここにありますと、そして自分がまだここにいますってなった時に、感情的になってて、なってはブレてしまうってことなんですね。だから自分がしっかりとコントロールしてあげないといけないってことなんですね。だから感情的になってはダメなんです。常に大事なことは、常にハイパフォーマンスで自分で高いレベルのところに意識を持っていって、感情的にならずにずっとそこを維持できるようなパフォーマンスでいるってことが大事なんですね。で、4つ目何かっていうと、これです。感情的にならないっていうことがうまい人、そして次は 何かっていうと、自己コントロールがうまい。はい、これ何かっていうと、先ほどの3つ目でもパーツでも一緒なんですけども、自己コントロールがうまい人っていうのは、自分の感情的にもコントロールできますし、計画的にもうまいし、いつも自分は何を考えてるのかっていうのが、やっぱりいつもなんか問いかけてます。はい、で、結局自分自身を変えていかないといけないっていうことは、自分自身問わないといけないです。これを言い訳してはダメです。外的要因だったりとか環境だったりとか何かないとかではなくて、自分でコントロールできることは全て自分自身に受け止めて、言い訳せずに甘えをなくしてやると決めたら、全てが未来が変わっていくんですね。だからこそ自分のコントロールが上手い人は、成功する人の特徴に抑えてるってことなんです。これが4つ目ですね。で、次、5つ目、お金の使い方がとにかく上手いんです。これ何かっていうとですね、お金の使い方が上手い人って、結局経済的にもレベルも高くなっていくんですね。これ何かというと、使っていい時と使って悪い時っていうのは、ちゃんと損切りをしてるってことなんですね。だからですね、ビジネス、結局うまくいく人たちはどんどん経済的にもうまくいきますし、どんどん投資も自分で自分のスキルに投資していくので、もう無駄がないようなお金の使い方をしていくんです。これがやっぱり成功する人の特徴的な5つのポイントだったということなんですね。で、もう一度まとめるとですね、まず1つ目、コミュニケーション能力が高い。で、2つ目、ナルシストだった。これ意外ですよね。はい、3つ目、感情的にならない。はい、4つ目、自己コントロールがうまい。で、5つ目、お金の使い方がうまかったっていう特徴があります。ズバリですね、私自身もですね、しっかりとまだまだ今から頑張ってこの5つを抑えながら、そしてね、さらなるステージに向けて頑張っていきたいなと思います。で、あなたはこの5つどうでしたでしょうか。抑えておりますでしょうか。もしね、抑えてなかったら今からでも、ね、意識してやってみると良いと思います。はい、今日はですね、短いですけども、今日のお話はですね、成功する人の考え方の特徴についてお話ししました。はい、ぜひ今日の動画が良かったと思った方はですね、いいね、評価と、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。
はい、今日はですね、ちょっとジャケットを着ておりますけども、このジャケットはですね、アメリカのロサンゼルスに行ってですね、買ってきました。私はですね、まあ、冒険するのが好きだし、挑戦することも好き、また見えない世界を見るのが好きだし、扉を開いてみるっていうのもやっぱ好きなんですね。で、こうしてですね、行った先で何か自分の身につけていくっていうことを常に工夫しております。そして人生を楽しみながらやってます。で、またですね、コメント欄の方に、今プライベートニュースサービスというのを、配信しておりますので、コメント欄にリンクをつけておりますので、ぜひそちらで旅先の情報とか、めちゃくちゃ安い海外の仕入れ先の情報とか配信しておりますので、ぜひコメント欄から、覗いてみてください。今ならですね、30日間無料で、プレゼントを受け取ることができますので、ぜひ見ていただければと思います。はい、それではですね、今日も見ていただいてありがとうございました。それではまたお会いしましょう。